皆さんこんにちは。今回は、昔の番組で心霊現象があったという不気味な書き込みについて調べていきます。普通のお笑い番組で、奇妙な人が映っていたというのですが、ネット上に目撃証言がいくつも存在するのです。以前に、5チャンネルにあった書き込みについて調べてほしいというリクエストをいただきました。まとめサイトにその書き込みがまとめられていたので紹介しますが、2002年当時の書き込みで、十数年前にお笑い漫画道場という番組を見ていた時、最後のコーナーに入る前に画面に目をやると、回答者席の後ろに、やけに暗い表情の男か女が映っており、アーチ型の窓がある壁のセットがあり、そこから顔だけ出すように映っていたらしいのです。スタッフが映ってしまったと思ったところ、瞬きもせずに一点を見つめており、スタッフにしては異常に不自然だったそうなのです。スタジオは照明が当たっていたそうですが、その顔だけやけに暗い色だったようで、何度か同じカットになる場面があった時は、ことごとくその人物が映っており、当時は大騒ぎだったとのことです。話を聞いただけでも非常に奇妙な話です。お笑い漫画道場という番組は1976年から1994年に放送されていた番組で、視聴率は 20% を超えることも多かった人気番組なのですが、そのような心霊騒動があったというニュースはネット上にはないです。昔の番組ですし、もう情報は残っていないのかもしれませんが、有名なものだと今も映像が残っていたりすることがあります。ただ、今回の話も不気味ではあるものの、本当にこのようなことがあったのか、それを証明するような証拠は残念ながら残っていないようです。この番組、実は2021年に復活しているようで、それもあって YouTube チャンネルにダイジェスト版がいくつかアップされています。この映像から、当時の雰囲気を知ることはできるのですが、こんな感じでお題に対して各席に座る回答者が漫画を描いてネタを披露します。この席の後ろに、例の謎の人物がいたということですが、見ての通り、スタッフがいるとかなり不自然場所になってしまいますね。また、瞬きもせず、どのシーンにも映っていたとのことなので、ほとんど動きはなかったのだと思われます。仮にスタッフだとしてもおかしいですね。今回は、この件について真相を知りたいとのことでしたので、できる限り調べていきたいと思います。なかなか不気味な話です。この手の話だと映像や画像などが残っているケースが多いですが、今回は証言のみ存在しています。この書き込みだけであれば、信憑性は薄いと言っていいかと思いますが、調べてみたところ、この件について目撃証言が多く存在します。まずは、現状存在している目撃証言について紹介していきますが、こちらのスレです。2000年に建てられたスレですが、この方も回答者の後ろに暗い表情の人が映っていたと証言しております。さらに、Twitter でも同じ証言があり、すでに削除されているものの、2009年のブログにも同じ証言があったそうです。また2007年のブログにも目撃証言があります。このように、多くの人が、お笑い漫画劇場で謎の人物を見たのです。これらの情報をまとめると、お笑い漫画劇場で目撃したのは確実で、回答者の背後のセットから顔だけ覗かせていた感じだったようです。どの人も、顔色について、青白い、とか、暗い、という表現を使っており、少なくともスタジオにいる人と比べて、非常に違和感のある顔だったことは明らかです。で、セットというのがおそらく背後にあるこの部分のことだと思われ、最初に紹介した書き込みを参考にすると、アーチ型の窓、とのことなので、おそらくこれらの窓のどれかです。さらに、こちらのスレの目撃者によれば窓の向こうに人がおり、胸から上が見えていたと話しています。このセット、見ての通り3メートルほどの張りぼてになっており、この部分はくり抜かれて窓になっているものの、ここに顔があったとすれば、到底人が立てるような場所ではないです。仮にスタッフだとすれば、
こちらの窓に立っており、そこから顔を覗かせていたと思われます。ですので、目撃証言にもある通り、一応人が立てる場所ではあるのですが、瞬きをしない、ずっと同じ場所を見つめている、ことから、単なる通りすがりのスタッフが映ってしまったというわけではない可能性が高いです。映像を確認すれば早い話なのですが、かなり昔の番組であることと、詳しい時期について証言する人が一人もおらず、この番組、全部で922回もあるので、ある程度時期が絞れていないと難しいです。一応、手がかりとなる書き込みがありまして、それがこちらですが、岡田幸子の心霊、という書き込みがあります。これについて、1986年10月の回であるという情報がありました。ただ、お笑い漫画劇場について、テレビ画面いっぱいの顔のちょうどアップがあった、という書き込みもあり、もしかすると別の動画と混同している可能性もあり、これについては信憑性が薄いです。冒頭にもお話しした通り、公式チャンネルで一部の映像を見ることができます。私もすべて確認したのですが、それらしいものは見当たらないです。ですので、ほぼ手がかりがない状態で映像を探すのは困難ですが、証言を見る限りだと実際にあった可能性は高いです。では、その顔は何だったのか、という話ですが、スタジオを確認してみると、スタッフが立てる場所があるものの、ほぼ微動だにせず、ずっと立っているスタッフというのは考えられず、これについては謎です。可能性としては低いかもしれませんが、スタジオの裏に他の番組で使う、等身大パネルのようなものが置いてあったのかもしれません。ただ、この番組は生放送ではないので、何かおかしな点があれば修正を加えたり、一旦カットして避けるというような対応をすると思うのですが、顔が映っているということは、そのようなことをしていないということですので、ちょっと謎です。もしくは番組の仕込みですが、お笑い番組で、かつ視聴率もある番組がわざわざこのようなことをするのか疑問ですね。ということで、この件は本当にあった可能性が高いものの、原因については不明なのです。もし、この件について心当たりがある方は、いつ頃見たものなのか情報をいただけると嬉しいです。中途半端で申し訳ないですが、現状わかるのはここまでということで、多くの謎が残る話となってしまいました。いかがでしたでしょうか。ここまで証言があるのであれば、もう少し具体的な情報が残っていてもおかしくはないのですが、証言のみ残っているというのも奇妙な話ではありますね。皆さんの中でも見たことがある方はいらっしゃいますか？